小田急電鉄小田急箱根ホールディングス箱根観光船箱根観光船は神奈川県箱根町の足の湖で運航する観光船また箱根観光船株式会社はこれを運航している会社で小田急箱根ホールディングスの完全子会社である海賊船風の船が就航している運航上の愛称は箱根海賊船である開業当初客船としては 世界初の総動線を運行している、伊豆箱根鉄道に対して苦戦していたが、アメリカ合衆国のディズニーランドを視察した社長のアイデアにより、海賊船の導入を決定。2013年の輸送人員は約182万人で、一般客が約135万人、団体客が約47万人となっている。また1990年代には約7万から8万人だった。 外国人客が約36万人に増加している。外国人客は台湾、太陽国の順に多く、近年はイスラム諸国からの客が増加している。2014年1月より小田急小田原線、箱根登山電車、箱根登山、ケーブルカー、箱根ロープウェイから続く駅ナンバリングを各行に導入している。カコカコ、フロンティア、ロワイアル。 バーサこれらの船舶は、いずれも臨海部の造船所で建造後、ブロックに分解されて足の湖に運搬し、桃源大港にある、同社船舶工場で再組み立てされて浸水している。足の湖湖,湖畔を中心に、飲食、宿泊施設を経営している。ありがとうございます。